どうも、マラチです。今回はコンパウンドレビューとなります。ポリッシャーとかケミカル、いろいろレビューはしてきたんですけども、コンパウンドはやってこなかったんですね。でなぜかというと、表現が難しい、ちょっと避けてはいたんですけど、コメントで皆さんの方から、このコンパウンドどうなんですかとか、これ使ってみてくださいなんていうこともいただくものですから、じゃあちょっとやってみようと。その記念すべき1回目のコンパウンドですが、こちら日本丸洋工業株式会社さんから出てますコンパウンドになります。ピカールっていうと皆さん馴染み、聞いたことあるんじゃないでしょうか。これ、このピカールさんがですね、今回このコンパウンドを作ってると。まあ前からあるものもあるんでしょうけども、私最近これ知りまして買ってみました。500入っておりまして、2500円前後になってます。ノンシリコンノンワックスと書いてあるんですけども、乳化性ということなので、まあ、潤滑油的なものは少し入っているのかなと思いますが、傷取りから超鏡面仕上げ、ワイドレンジにこの1本でウールからスポンジと、もしくはポリッシャーを変えていくだけで1本で仕上げられるという、最近多いものなんですけど、今回これをレビューしていきたいと思います。はい、ということでこちらやっていますが、早速開けてみましょう。よく振っていただいて、香り、匂いはそんなきつい感じじゃないですね。若干ですけど、石油っぽいというかアルコールっぽい匂いしますけど、粘度、粘り気があるか、うん、こんな感じですね。うん、ハード2とかと比べるとシャバシャバというか水っぽい感じはしますね。今後コンパウンドのレビューするにあたって、条件は一緒にしたいので、こちら両備さんの RS1250 にスポンジバフとウールバフは同じものを使ってやっていきます。まず先にこのボディの状況を見てもらいましょう。はい、見えますか？かなり洗車傷、もう渦巻いてますよね。光当てるとよくわかります。ほら、下地処理は終わっております。ここは何も磨かないようにして、こっちでウール、こっちでスポンジをやっています。このぐらいつけていきます。感じで切れますね。わお、まだちょっと細かいのは残ってるね、よく見ると。ただちょっと力を入れたところはしっかり取れてるな。うん、拭き取りも楽だね。粉もそんな出ない感じ。はい、ということで磨き終えました。まあ、簡単に磨いたんですけど、こう流してみますね。はい、ここがわかるかな、スポンジで、こう何もやってないところ、元のところですね。でこっちがウールですね。ちょっとね、反射で見づらいですよ。これがね、コンパウンドの分かりにくいところなんですけど、優秀だと思いますよ。まだね、うっすら線傷が残ってるんですよ。うっすら残ってはいるんですけど、例えば色変えますね。はい、こんだけギラついてたんですよ。線傷もねありましたが、がこのぐらいまで持っていけると。このライトを当てなければほぼほぼ綺麗な状態、当ててまだちょこっと線傷入ってるかなといった感じですね。それではこちら使ってみた評価になりますが、施工性4、ツヤ 3.5、 研磨力4になります。施工性なんですけど、まあ作業がしやすいか、粉がどのぐらいかとか、拭き取りがしやすいかということなんですけど、非常に拭き取りもしやすかったということで4にしました。
で、ツヤなんですけど、まあ、ピカールさんって言ってるぐらいですからね、ある程度ツヤがたくさん出るのかなと思いましたが、まあ、そこまでは、もう元々の状態っていうのもありますけども、まあ、そこそこは出るんですけども、こう、テッカテカになるっていう感じではないので、まあ、ノンシリコン、ノンワックスと歌ってることもありますので、傷を隠す部分も若干はあるにしても、まあ、3.5 ぐらいかなと思ってます。最後、研磨力、傷とかシミをどのぐらい落とせるかということなんですが、もう見ての通り、ウールでやるとかなりもう取れました。その後にスポンジで優しく磨くだけでも、だいぶ綺麗になっていくのが分かりましたので、これ使えますね、なかなかね。やるじゃないですか、ピカールさん。ということで、このような形でね、今後、コンパウンドに関してもレビューをしていきたいと思っております。徐々にね、やり方もうまくやっていこうと思いますから、見せ方もそうなんですけど、初回ということですので、ご了承ください。ということで、本日はここまでの動画となります。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。